おはようございます。そっか塾の久保です。えー、今日もそっか塾ニュースをお届けします。まず一つ目なんですけども、昨日ですね、出張動物園っていうのがありまして、私も行ってきましたね。まあ、ゆかちゃんと一緒に行ったんですけども、まあ、可愛らしいね、ひよことかね、あの、カルガモとか、あーガーガー、カルガモじゃないや、コールダックか。コールダックとか出てきてとっても良かったなと思うんですけども、えっ、ー、とね、こういう写真ですね。こういうチラシが地域紙に入ってまして、まあ、私はこういうね、新聞、 あのフリーペーパーみたいな投げ込み新聞ですよね、ただの。こういうのもきっちり読みますんで、ここにですね、えっ、ー、と、折り込み広告も入ってたんですけども、こういう風な新聞入ってますね、ふれあい動物園っていの。まあ、こういうのを見て、えっ、ー、と、まあ、無料でね、ふれあえるエンターテインメントにも行ってきたわけなんですけども、まあ、無料とはいっても、こうやってね、販売物とかありますんで、しっかりと食べてきたような感じです。ああ、河野さんどうもおはようございます。ご無沙汰です。えー、アイドルさん頑張ってますか でえー、っとこちらはね住宅展示場にふれあい動物園というのが併設されたんでまあいわゆるですね一戸建て買いませんかのセールスの一環で集客のネタとしてですねこれ、ふれあい動物だったんですよ。まあアイドルさんといえばアイドルさんがあの軽、ー、トラ祭りみたいなところでねダンスやショーをするってこともありますんでそういうのもね出かけてみたいなと思うんですけども今回は。 これは動物たちでしたね。とても可愛くていい時間を過ごさせていただきました。なんか餌やり体験もあったりとか、ちっちゃいお子さんとかいっぱい来るんですよね。で、ちっちゃいお子さんが来るってことは、そのお父さんお母さんっていうのはそろそろ一個立てを考える時代なんですよね。すごくいいマーケティングをしてたなと思いますし、えー、最近の家っていうのはね、震度7にも耐えうるような鉄骨入り住宅なんですね。うん、昔の木造と比べて、こういう風に家も進化している、家も呼吸しているということですね。それからあの、えー、ゼロコスト住宅ですか。あのー、もうランニング コストがかからない家ってのが最近のブームらしくって電気代もガス代も何もかからないと水道代がかかるぐらいという風なね太陽光発電を中心とした住宅もあるということですけども太陽光発電のデメリットもきちんとお知らせいただいてですね太陽光発電の費用を 長期分割にすると、買い取り価格が安くなる時代に入ってくるから、ーんまあ一丁一短ですよ、みたいなことをね、正直に話してくださって、とてもわかりやすかったかなと思います。まあこういうふうにね、無料でマーケティングの勉強ができるのはすごくありがたいことだなと思います。あ、河野さん毎日祭りやってる。またなんかどっかでイベントあったら会いましょう。あの、教えてください。行きますんで。よろしくお願いします。メッセージくださいね、河野さんね。はい、それでですね。 次はですね、信頼関係というテーマに対してお届けしますけども、まあ、私がお勧めしている、お伝えしている例のやつっていうのがあります。私はあの今日もそうですけども、何十人もの紹介者の方を、ポジションを持った方にどん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 毎月お付けしてるんでね、あの中にはすごくびっくりするようなグループになっている方いると思うんですよ。でもですよ、 でも、自分の紹介、自分自身の直接紹介が、それでもなかなか出せない方っていらっしゃると思います。まあ、なかなかね、きっかけがなかったり、ええー、また人の縁に恵まれなかったりとかすると思うんですけども、人の縁といえば、私は、あの、誰にも会わない暮らしをしても2年以上経ってますんで、私は人の縁が最もない人間だと思います。それでもやっぱりね、年間で100人ぐらいの紹介はどん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 出していますし、えー、特に問題がないかなと思います。で、そこで厳しく、ね、自分の姿を見なければならないのが、信頼 関係ですよね自分が紹介するいい商品がちゃんと話を聞いて参加しないまでもそれはいいよねと一通り聞いてもらえるかどうかっていう関係を周りの人と気づいてるかどうかってことなんですよビジネスがうまくいかない人とか紹介活動ができない人とか自分の商品が売れない人ミュージシャンだったら自分の歌が売れない人とかねライターさんだったら自分の書くものが売れない人っていうのはそれが身内にも売れない人っていうのは身内ともそういう関係だってことなんですよ。 要するに、商品を手に取っていただけるような関係ができてないってことなんで、これはビジネス苦しいなと思うんですよ、うん。まあそういう意味でね、あのー、まあ Facebook とか私は中心に、毎朝見るんですけども、自分のビジネスがうまくいってるぜとかねえ、とっても人脈が広がって面白くなってきたぜって書いてる人はまず信頼されないなと思います。まあそういうことを自分で言うってことは、 それに、その環境に慣れてないってことですんでね、えー、たまたまそういうのが来て嬉しいなってことですから、まあ、すごくカツカツなんだろうなっていうふうに見られると思った方がいいんですよね。まあ、それでも逆にすごくね、えー、もっともっと力を抜いた、あ、おはようございます、長野さん。ご自身の思いを書いたものとかね、えー、読者さんの思いに応えるような記事を書いてるものの方がいいかなと思います。お、おはようございます、とがめさん。楽しんでます 儲かってくださいね。<laughs> よろしくお願いします。はい。それでですね、えっ、ー、と、信頼関係の話はそのぐらいで、えー、信頼されていればどんなものも流通していくってことです。自分から商品が売れないってことは誰にも信頼されてないってことですんで、もうちょっと自分の人生をね、見返した方がいいと思います。まあ、そこをもうちょっと厳しく進化させると、まあ、30代とか40代とかね、もしくは50代になって、 あの、数十万とか数百万の余剰資金がないっていう人生は、もう早く抜け出した方がいいってことですよ。それは大いに反省しなければならないと思います。高校生でもアルバイトすれば、月に5万円ぐらい稼ぐところでですね、要するに月に5万円の余剰資金を作るわけなんですよ。で、我々は生活費を作らなければならないってこともありますけども、生活費ね、毎月20万とか30万だと思いますけども、それに加えて、毎月毎月10万とか20万の余剰資金が作れないような、そんな仕事のレベルではいけないかなと。私は、ね、実際自分でそういうい年を 送ってきたんだと思うんですよねすごく悔しい思いをしたりとかあと1万円あったら何かできるのに助けられるのにとかねあれ柳澤もございますあと意に遭遇はない仕事をしなくても済むのにとか。 もちろん仕事自体が悪いわけではなくて自分が意にそぐわない仕事をしなければ収入がもらえないって状況があすごくね、えー、まあ悔しいと言いますかね残念な部分があるわけなんですよ自分が大好きな仕事をギャラとか意識関係なくできるようになったらそれをみんなができればとっても素晴らしいストレスフリーの世の中になるのになんで仕事でストレスを抱えるかっていうと嫌なことをお金が欲しいがためにそこに行ってるからなんですよ で、満員電車の話もしましたけども、満員電車が嫌だったら乗らなければいいんですよね。マイカーで通勤すればいいわけですよ。タクシーとかハイヤーで。でもそのお金がないから、一番コストの安い電車になってくるわけなんですよね。あ、マクさんございます。でも一番コストの安い電車を選択する人が山ほどいるんで、電車は混むんですよ。で、マイカー通勤もそうですけども、車で通勤して、それが一番便利だと思って、コスト安だと思って、同じ道路を掴むから、使うから、混むんですよね。で、そういう選択をする人が、 半分でもその選択をしなくなれば、満員電車は一気に混まなくなりますし、車は一気に渋滞をしなくなるわけなんですよ。だからみんなして同じことを考えて、みんなして同じ行動して、みんなして同じストレスを抱えてるんですよね。だから人口密集地でよく起きることです。人が多すぎて、家賃が高くなるんですよ。東京ってのは1300万人ぐらいが住んでるわけですけども、あんな狭いところに1300万人住んでれば、上に建物を建てるしかなくなってくるんで、どんどん高層ビルが。 そして高層マンションができてききますよね。で、で高層マンンションができれば平屋みたいなところは成り立たなくなってきますのでそういうところはどんどん,どんどん開発が後送りになってくると、まあ、そうなってくると何が起きるかっていうとみんなして土地の取り合いをしてるんですよだから家賃が高いんですよねでも東京の人口が例えば3分の1ぐらいになったと思ってくださいもう東京っていうのは1300万人3分の1だったら400万,人とかさ400万人とか500万人だったらもうほとんどね、あのー、もう地方都市ですよ、うん、そうなってくると まあ500万人は地方都市じゃないですね、全然ね。えー、そうですね。えー、まあね、にどのくらいかなすごい人数いますね、本当に。東京って1300万人いるとしたら、島根県が60万人くらいなんで、とてつもない <laughs>、この <laughs>、差ですよ。島根県っての渋滞ないですからね。 島根行って渋滞に出会ったら本当に、うわぁ、ラッキーだなと思うぐらいですよ。渋滞が起きた人も5メートルとかですからね。しかもトラクターで5メートルとか、こんな感じですから、ものすごいおおらかであって、土地なんて空きまくっていてですね。うーん、もうすごい豊かに暮らせるところなんじゃないかなと思いますよね。うーん、都会暮らし、私はね、憧れないでもないですけども、自由に暮らそうと思ったら都会暮らしはないかなと。まずは収入がきついですよ。支出もきついし。いいことないですよ。だから東京とか大阪とか都心部ってのは、 あの金を稼ぐスキルが高い人が住めばいいのかなと思いますよね、うんなんかそんな気はしますけどもね、の地方でその年収300万って言ったら、きちんとやってきますからね、一、う、戸、ん、建ても買えちゃいますよ、安いわけですから、1000万ぐらいで、閉じ付きとかありますからね、1000万円以下で、うん、むちゃくちゃやりやすいと思いますよ。 まあ地方にもよりますけども私の住んでるところでは700万円戸、えー、建て、えー、土地付き庭付き駐車場付き全然ありますんでね <laughs> すごくいいなと思いますよねうんまあそういう形でね本当に自分が何を求めているのかとかね、あのー、仕事を求めて収入を求めて東京都心に行ったけども逆に精神的に疲弊してお金はたまらずにってことになってないかなってことを考えるとうんもう一つね 自分たちが足場を築くところをしっかりと捉えた方がいいのかなと思っちゃいます青森さんおはようございます、えー、それではですねそんなところで今日のニュースは終わりますけども最後に、えー、FX の特別塾 FX 速化軸プレミアムこちらの方の募集がえー、ともう終わりますね、えー、今日が日曜日ですんでもう10日 10日の23時59分に終わりますので、現在お申し込みいただいた方にはコンテンツをお出しして、もうすでに学んでいただいていると思いますけども、プレミアムってのは本当すごいですよ、あの私はです、ね、無敵になったようなところですから、で今まで私は、ね、それでも抑え気味になってきましたけども、もうかなりね、アグレッシブに、攻撃的に私は FX いきますんで、あっという間に資産をもう一発築く、もう一軒家帰るぐらい稼ぎますんでね。 まあお楽しみに即果塾ジェネシスもご覧ください私は毎日 FX の配信してますんで私が実際どういうふうな考え方でどんな結果に至っているのか手に取るようにわかるようなねそんな毎日になってますあのはっきり言って結果が出てなければこんなにね1年もやってないですからねしかも見せながら、うん、まあそのぐらいすごいのが即果塾プレミアムということで私があまあ筆頭 即歌、ね、塾、えー、プレミアム塾生筆頭でございます私も生徒です学級委員としてやらせていただいておりますそれではプレミアムの方の動画もよろしかったらご覧くださいでは失礼します